皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。新しいギターを買っちまったぜ、おえーっていう感じの、そういう僕が嬉しいですっていう感じの動画でございます。前にね、このラグギター、コルグさんにお邪魔して動画を撮影して皆様にご紹介させていただきました。あの後ね、なんかね、どうもですね、僕はその頭の中にですね、ずっとこのラグギターが離れられなくてですね、なんかずっとこちらちら頭の中をよぎるんですよ。もうなんかね、いいや買っちまえと思ってですね、買ってしまいました。T70ACE という機種でございます。もう大阪の三木楽器さんがですね、もう速攻で発送してくださって、もう届いたのっていうくらいもう驚きの、スピード対応でございます。三木楽器さん、ありがとうございます。普通に新品でですね、32,800円という価格なんですけれども、まあ安いよね、32,800円でございますよ。で、ババーン、ラグギター、ソフトケース付きでございます。ポケットも付いてるぜ。まあ実際のものを出していきましょう。じゃじゃじゃん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 。どんなギターでしょうか。おっと、そっ、さっ、ババッ、ババン、じゃん。こちらでございます。私の新しい仲間、ラグギターの T70ACE という機種でございます。納品書と保証書が付いておりますよ。三木垣さん、ありがとうございます。大阪にいたとき、実はちょこちょことお邪魔しております。ああ、すでにいいよ、これは。すでにいいよ。このサテンフィニッシュっていうのかな、このツヤがないバージョンで、これ僕ね、こういうギターすごく好きなんですよ。まあ、叩いていくとですね、どんどんこのね、あの色がね、変わったりとかすると思うんですけどね、ここからですね、今このフレッシュな状態じゃないですか。動画がですね、このね、更新されていくについて、どんどんくたびれていくと思うんで、その様子とかも楽しみにしていただけたら幸いでございます。なんかこの軽い、乾いた音がしますね。なんかすごい乾いた音。すごいなぁ、これ3万円かすげぇなぁ、すげぇなぁ。なんか前の時はコルグさんお邪魔してる時はね、一応ね、お店のもんだからそこでバシバシ叩けなかったけども、もう今なら容赦なくいけるぜ、俺のもんだからね。いやぁ、いやぁ、叩きも結構いい感じでございますよ。いやいいねいいねいいね。なんかね、ボディね、めちゃめちゃ軽い、すごい軽い。これは取り回し楽そうでいいな。とりあえずチューニングをしましょう。もうね、チューナーついてんすよ、プリアンプついてんすよ。プリアンプついて32,800円なんてどういうことって感じだよね。すごいよね。なんかあんまりこう、まだ有名なメーカーではないと思うんですよ。まあそんなにこうね、皆さん知ってるというか、その浸透してるようなメーカーではないと思うんですけれども、すごい良くない？なんでもっと売れないんだろう。まあね、このね、作りがこれなんかなんだっけ、この輪っかのところなんて言うんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったこの輪っかのところとかの、その装飾がね、このプリントなんですよね。本当はなんかこうね、掘ってあったりとか木が埋め込んであったりとかするんだけどもね、こういう感じでこのコストカットを測ってるっていうのがそんな感じなんだけども、でも結構見た目良くない？なんかこのペグのね、この感じとかね、その黒いなんかこのペグとかラグのこのね、ロゴとか、なんかちょっとこう出っ張ってるんだけどさ、このね、ヘッドのところが、この形とかもね、すごいいい感じだし、カッターウェイもあるしね。でもデザイン的にも全然いい感じですよね。めっちゃかっこよくない？普通に。全然これ3万円と思えないよね、このクオリティ。なんかこの黒パーツがなんかこのね、黒いのがなんかまた渋くてかっこいいですよね、こういうところ。こういうのが。ね、大体こういうギターってその銀色、シルバーなんですけどね、その黒い方がなんかこの締まって見えるというか、結構クールな高級感ある感じがしますよね。ペグ周りとかも全部この黒いんですけども、なんかすごいこのシックな感じがしますね。まあ一応ね、生産は中国とかだと思うんだけれども、そうですね、メイドインチャイナなんですけれどもね、デザインがね、オフランスなんですよね。多分それとかも結構大きく関係しているのかななんて思うんだけれども、まあ、見た目も良くて、音も良くて、なおかつお値段もお手頃価格、半端ないよね。
32,800円ですよ。32,800円でこんなに高いのかっつって。でちょっとですね、このギター買って、またこうですね、もう一ネタいきたいところなんですけども、ちょっとそれに関しては後でお話をさせていきましょう。買っていきなりメンテナンス出そうと思ってるんですけども、ちょっとその話は後でさせていただきます。とりあえず一旦チューニングをさせてくださいませ。いい感じだよ。演奏する準備が。できたよ、鳴ってるよ、すごいよ、いい音で鳴ってるよ、テンション上がるよ、これ。てか、なんかすごい。それめちゃめちゃ弦高が低いんだけど、これなんだろう、弾きやすい。いや、すげえ。の方でメンテナンスしてくれてるのかな。なんかすっげえ弾きやすいです。弦高がめちゃめちゃ低くて僕好みマジでこのままでもいいんじゃないかなぐらい。いいよこれは、いいよ。なんかね、音がね、すごいね、乾いた感じですね。なんかそれカラッとしてね、すごいめちゃめちゃ、ね、明るいトーンって感じです。なんかすごいこのね、南国って感じ。なんかすごいね、カラカラしてる。すごい湿度がない。すっごいもうね、あっさりあっさりな感じでございますよ。なんで元気な曲とかすごくいいっすよね。なんかさっきやったようなこういうのとかもいいと思いますし、でもあっさりしてるもしっとり。
素晴らしいね。なんか音の立ち上がりがめちゃくちゃ早いな。なんだろう、なんかすごいこの、なんかこういうのがすごい、なんかすごいしやすいというか、ちょっとすごい弾きやすいです。なんかこの音の立ち上がりが、立ち上がりが早い。こういう奏法に関してはなんかマチコさんよりもこっちの方が弾きやすいかもしれないな。なんだろう、フレットが新品だからかな。音の立ち上がりがすげえ早い感じがします。フレットの材質とかなのかな。いやでも普通のあれだよな、別にそんな特別の材質じゃないよな。なんかすげえな。どうどうどうとか言われてもって感じするね。すげえな。もう何度も言いますけど、これ32,800円っすよ。今これダウンチューニングしてるんだけどね、低音の出方とかもそういうのがリッチな感じがしませんか。いいないい、いいぞこれは。本当にこれはお値段以上だな。 32,800円と思えねえマジで。まあ初心者の方ね、初めてのギターの1本とかでもいいと思いますし、エレキギター弾いてるけれどもね、ちょっとアコブ 1本欲しいなみたいな感じもおすすめですし、なんかですね、カッタベついてるからね、ソロギターとかもすごくしやすいし、こう叩き系のねギターとかにも感じるですね。すごいこの音がすごく良い感じなので、叩き系にも全然使える感じですね。だからメインギター、なんかギブソンとかね、あのこうハミングバードとか、なんかそういうのを使ってるからね、なんかスラム奏法とかしづらいな、でも練習したいなっていう方にとってはすごくいい1本な気がします。 32,800円ならね、ちょっと壊れても痛くないでも結構頑丈そうな感じはしますけどね。はあ、素晴らしい商品でございますよ。で、普通にもね、プリアンプもついてるからね、このままね、LINE で出力をして、まあ、ライブとかで使うこともできますし、レコーディングで使うこともできますし、はあ、これまたすごいいい商品だね、みたいな感じでございますね。まあ、よく見るとね、ちょっとこのナットの、ちょっとこのバリが少し目立ったりとか、ちょっとこのコマが少し安っぽかったりとか、そういうのもあったりとかするんですけども、まあよく見て荒探ししないと分かんないようなレベルですよね。パッと見てね、そのギター初心者の人が、ね、気づくレベルかっていったら絶対気づかないし、普通に使ってても何の過不足もないというか、普通に何の問題もないギターでございますね。普通にすげえ、本当にすげえ、これは本当にすげえ。なんか汚れがくっついてるな、本当にすげえ、はぁ、っていう感じでございます。で、今回ですね、このラグの、T70ACE、まあ、買ったばっかなんですけども、まあ、出したばっかなんですけれども、早速ですね、ネック調整に出そうと思ってるんですよ。あのね、とある、工場
にそのプレックっていうんですけども、プレックにちょっと出そうかなと思っているんです。プレックっていうのはね、そのなんか専用の機械があってさ、すごいめちゃめちゃこう何千万もするような、すごいめちゃくちゃこう大きい機械なんですけども、それにこうね、あの入れてこのね、もう測定するんです。で、超デジタルで、その測定した後にそのネック調整をしていくっていうね、すごい昔ながらのこういうね、手でなんかフレットをすり合わせたりとかね、そのネック調整したりとかする職人じゃなくて、完全にデジタルでやっちゃうよっていう、ね、プレックっていうのがあるんですよ。ちょっとね、僕プレックやったことがないんでね、このギターで一応プレックとはどういうものなのか試してみようかななんて思っておりますでございますよ。とりあえずまあ今のね、この感触としてはですね、もうこれだけでも全然過不足なくて、普通に音を聞いていただいても分かると思うんですけども、全然いい音しておりますけれども、これをプレック出すとさあどうなるのか、そのビフォーアフターの、アフターに関してはまだ2週間後とか3週間後とかにですね、動画にしますので、また楽しみにしていただけたら、さようでございます。とりあえず今日はですね、このラグギター、T70AC 買っちゃったなんていう話でございました。興味がある方はですね、全然まだ店頭在庫というか、普通に調べればですね、いろんなところで通販あると思いますので、ぜひチェックらしていただけたら幸いでございます。で、個人的にはですね、なんかこのミキ楽器さんがなんかネックのメンテナンスしてくれてたらって話なんだけども、なんかめちゃくちゃ弾きやすいので個人的にはちょっとこのミキ楽器さんおすすめをしたいところなんですけれども、まあいろいろ探してみていただけたら幸いでございます。そんな感じでまたこうダラダラと長く喋りましたけども、ね、ちょっとさせていただきましょう。この動画、このギターがね、どんな感じで汚れてくたびれてプレックへどういう感じで仕上がっていくのか、これからの成長を楽しみにしてくださいませ。それではまた違うところをいたしましょう。じゃあね、グッバイ、やー、やー。